がホームランを打ってまして、現在23本で並んでいます。今年はしかしよく活躍しました。ご覧のようにホームランは第1位江藤と並んでいます。この打席は三振。今日は一塁でのヘッドスライディングがもうね、みんなにこう拍手喝采を浴びますしね。そうですよね。デビューした年にこの投球で、この6番バッターレフトの町田です。この2打席連続ツーランホームランが出まして、カープは4点、ジャイアンツは6回の裏村田のタイムリーヒットでわずかに1点、4対1です。ジャイアンツのピッチャーは4人目の木村、池谷さんは、いい部類の宮本と。はい、私は決して悪い方じゃないと思いますね。マウンド上でも自分で自信持って投げたと思いますよ。これも三振ということですね。全部変化球で仕留めましたね。ですからチャンスということで吉村の方はよしという、ね、9回のジャイアンツの攻撃は1番モスビという打順を迎える大野です。木村がこの回はブラウン町田連続三振にとって尾形をインコース、去年は10月に大きいホームランを打ったりしましてね、はい、2打席連続ホームラン。まだ監督の信頼は得てないような感じがしますね。ああそうですか、はい、きっと思いますしね。難しいんだなという感じはしますけどね。ジャイアンツも OK、 さあ2ナッシングから動きません。外へランナーが走ってタッチは